事故現場事故現場の1ニューデリー空中衝突事故は1996年にインドで発生した空中衝突事故である。この事故では両機の乗員乗客合わせて349名全員が死亡し民間航空機による空中衝突事故としては世界最悪である。航空機事故ではテネリフェ空港ジャンボ機衝突事故と 日本航空123便墜落事故に続いて、世界3番目の死者数を出した事故である。現地時間1996年11月12日18時32分、サウジアラビア航空763便は、ニューデリーのインディラガンディ国際空港を離陸した。763便には、乗員23名と乗客289名の合計312名が、搭乗しており、 乗客の多くはサウジアラビアに出稼ぎに向かうインド人労働者であった。同じ頃、カザフスタン航空1907便はインディラガンディ国際空港への着陸に向けて763便と同じ空域を降下中であった。1907便には乗員10名と乗客27名の合計37名が搭乗していた。離陸した763便は 18時32分に管制官から高度1万フィートへの上昇を指示され、事故の5分前の18時35分にさらに高度1万4000フィートへの上昇を指示された。763便は指示に従い、高度1万4000フィートを維持して飛行した。一方の1907便は高度2万3000フィートで当該空域に入り、 18時32分にインディラガンディ国際空港管制塔に対して高度2万3000フィートを飛行していることを通報した。管制官は高度1万5000フィートへの降下を指示した。この際、管制官は1907便に対して12時の方向約14回りの地点に整体して進行してくる。 サウジアラビア航空のボーイング747型機がいることを通報し、同機を指認したら管制官に通報するよう指示した。1907便は蒸気通報を受信した旨管制官に通報した。この通信を受けて機長は降下を始めたが水平飛行に移行する高度を副操縦士に指示しなかった。また1907便の通信士は英語を介さない。機長。 副操縦士、航空機関士、広報士らに対して管制官からの通信内容を通訳していなかった。このため1907便の機長と副操縦士は衝突の3秒前に763便を視認するまで事態を把握できなかった。なお両弁とも空中衝突防止装置を装備していなかった。 機長は衝突数秒前になってから初めて通信士に管制官から指示された高度を確認した。1907便はこの時すでに高度14,090フィートまで降下していたことが事故調査によって明らかになっている。衝突はそのすぐ後に起きた。1907便の航空機関士が12時の方向に同高度を飛来してくる763便を視認し、 上昇に転ずるべくエンジンスロットルを全開にしたが、遅すぎ、その3秒後に1907便と763便の、両機は、空中で衝突した。1907便の左翼は763便の第1、第2エンジン及び、胴体後部に衝突した。763便は破壊されたエンジンと胴体が、発火し、空中分解して墜落した。 1907便は左翼を失い、衝突後、約10秒間上昇を続け、高度15,700フィートに達したところで、失速して墜落した。両機ともに生存者はなかった。当初は管制官のミスが疑われたが、事故から3日後、インド政府の事故調査委員会は更新記録を精査し、管制官に落ち度はなく、指示も適切に行われていたと結論を出した。 その後、レコーダーを捜索する過程で、カザフス対航空機の高度計が原型を止めた状態で発見されると、副操縦士席と機長席の高度計に数値のズレがあったため、高度計の故障も疑われたが、後に高度計は正常だったことが判明し、事故原因から除外された。事故調査委員会が、双方の航空会社から事故調査の先生を取り付けた上で、 フライトレコーダーは、モスクワとロンドンで解析された。調査の結果、カザフスタン機の操縦士が、管制官の指示した、高度1万5000フィートよりも低い1万4000フィートまで、加工していたことがわかり、事故の第一の原因は、カザフスタン機が、管制官の指示に従わなかったことであるとされた。管制官が、国際航空言語である英語によって指示した内容を、同期の機長も、 複層重視もよく理解していなかった。また、通信誌もその内容を直ちに翻訳して伝えなかったため、機長らは更新の中の二つのフライトレベルしか把握できなかった。そのため、フロリダ140に六十三便がいるので、フロリダ百五十まで降下せよという指示を、フロリダ150に六十三便がいるので、フロリダ百四十まで降下せよと間違って把握してしまい、 そのため763便と同じ高度へ降下していった。通信士が高度が低すぎることに気づいて高度が低すぎる。140じゃない。150だ。と叫び、操縦士は出力を上げ上昇を試みたが間に合わなかった。また現場付近には雲が出ていたため事故機が互いに視認できなかったという気象条件も原因として考えられている。 事故の瞬間を偶然目撃したアメリカ軍の輸送機のパイロットが衝突は雲の中で起きたということを証言した。事故報告書は事故再発防止のために空港を発着する航空路の分離とレーダー管制システムの近代化を勧告している。ナショナルジオグラフィックチャンネルで放送された航空事故番組メーデー航空機事故の真実と真相の第6シーズン第4話 クラッシュコースがこの事故を扱っている。ありがとうございます。